風神雷神図、ーラヤ宗達は、江戸時代初期の画家。通称は、野々村宗達。号は、伊年あるいは、大政権など。波水化水金図宗達は、尾形光林と並び称せられる、金星初期の大画家だが、その知名度の高さと後世への影響の大きさに、比べその生涯には、不明な点が多い。おそらく信仰のあった、角倉祖安や唐島光弘と、 同年代、1570年代かその少し前の生まれと推定される。京都で、田原屋という当時絵屋と呼ばれた絵画工房を引き、扇絵を中心とした、屏風絵や漁師の主体など、紙製品全般の装飾を制作していたと考えられている。同時代の金蔵氏畜祭には、この頃京都で、田原屋の大銀がもてはやされたと記されている。 しかし、宗達は単なる大喜絵職人ではなく、慶長7年5月に、福島正則の命令で行われた、平家農協の修復に関わり、そのうち三巻の表紙と見返しの、計六図を描いたとみられる。皇室からも、作画の依頼があり、現那二年、小水の御天王が、仮の経文に、買い合わせの絵を描くのを命じた際、参考の一つとして、俵屋絵を見せたとの記録が残る。 また、寛永七年には、御水のノ天皇から屏風山荘の制作注文があった。また、東大一流の文化人であった、カラスマミや本阿弥光コらの書簡に死体を描き、佐賀本の出版にも関与したらしい。少なくとも寛永七年には、町の絵師としては、異例の北京の位が与えられていたことが分かっており、当時から一流の絵師とみなされていたことは、疑いない。 当時有数の茶人であった、千章庵を茶の湯に招くほどの教養人でもあった、ようだ。宗達死後は、俵屋宗節が、工房の後を継いだ。宗行は、寛永19年すでに北京に移されていることから、宗達はこの少し前に亡くなったと考えられる。大正を2年春に、石川県金沢市の宝園寺で発見された、宗達のものとされる墓によって、 繁栄20年8月12日没という説が唱えられたが、京都の頂明王子にある墓が総達のものであるという説もあり、本人の墓であるのかについては異論もある。そのため、最近の文献では記載されないことが多い。現在では光輪が収縮し、光越と並んで輪波の祖と言われるが、江戸時代後期から明治時代にかけては評価が低く。 光林の画の方が上だとみなされていた。そのため、明治期に代表作の松島図屏風をはじめ、多くの作品が海外に流出しても、それを憂える声は当時全く聞かれなかったという。しかし、大正2年4月25日から30日に、俵屋総達記念会が開催され、わずか5日間の会期でありながら、小林古形や平福百水。 早見魚漁ら若い画家たちに強い影響を与えた。これをきっかけに、画集や関係者の観光が、相次ぎ、画業が見直され高い評価を得ている。風人雷神図など三件が、国宝に指定されている。著名な、風人雷神図のような装飾的大画面のほか、水墨画の作例もある。水墨の名作、ハ水イ水金図は、生乾きの水墨に、 さらに濃淡の異なる墨を含ませて、滲みによる偶然の効果を狙った、いわゆる、垂らし込みの技法が用いられている。源氏物語関屋図、源氏物語美を尽くしずつたの細道図病部、お腹の院道村日記源那2年3月13日の、上一条、明書上、河野元明、林パ響き合う、美、四文閣出版、2015年3月16日。 ISBN 47億8421万7851 ISBN 978から47億8421万7854菅原市松田本阿弥ずによると宗達は光悦のいとこを妻としたと書かれているがこの文書は宗達の時代より一世紀も後の記述であり疑問も多いまた宗達は 光悦の高上根の移住を共にしていない。美術先週美術先週間公開昭和2から4年。はすいけすいきんず。い国宝。伊原らし一、うい近世京都画壇のネットワーク。注文紙と絵師。吉川広文館。2010年 ISBN978 から4から642079112。巻さんは、第二次大戦後、拡団ごとに分割され。 団官として各所に分層されている。牧さんの分割については、衆議院会議録、第26国会文教委員会を参照。牧さんの重要文化財指定解除は、平成12年6月27日文部省国事第122号にて、国字鶴寿司隊若巻、伊国法、関安病部、伊国法、アートプラザ、千葉市修造作品、 巨有総保図、俵屋総達、千葉日報、P 長官12、ありがとうございます。